こんばんは、テレビ東京の佐久間信之です。乃木坂46の新内舞さん、柿春香さん、お疲れ様でした。2020年11月18日水曜日、この時間私、テレビ東京の佐久間信之が日本放送からお送りしてまいります。あのー、今日の今日のニュースで言うとね、野呂佳代さんが結婚というか婚約発表されまして、あの、なんかね、あのー、我々も、 この間の収録の時に野呂さんがちょっとだけ話させていただいて、で、あの、野呂さんから実は、えっ、ー、と、結婚翻訳することになって、それがまあ、今日の番組、中井さんの番組で発表するんで、ちょっとそれまでは、あのー、黙って、っていうか、あの、まあ、あのー、言えないんですよ。なるほど、なるほどって聞いてて。 すごいもんだね。普通こういうニュースってさ、あの、あ、言っちゃいけないんだ。誰にも言わないようにしようと思ってたんだけど、俺本当に今日ネットニュース見るまで忘れてたから。<laughs> 報告受けてたのに、野呂さんから。野 <laughs> 呂さんからちゃんとおぎやはぎバナナ、あ、おぎやはぎ劇団一人俺と、まあ、那数人のスタッフは、ちゃんと報告受けておめでとう絶対黙ってるよって言って、 今日のネットニュースで一回驚いたからね、俺。あ、結婚するんだと思って。<laughs> 普通言いたくなるじゃん。実は、実は野呂さんって結婚するんですよって言いたくなるじゃん。誰にも言ってない。<laughs> え、だから2週間前だよ。収録の時に、あのー、今週収録なかったから、あの、収録休みになってるから、ちょっと今日しかお会いできないんで、つってちょっと軽く報告させてた <laughs> んだけど、俺だから初めて、あのー、芸能界のニュースを先に知ってて、雲なく黙ってられたの。<laughs> いやでも本当に、本当におめでたいと思いますよ。あのディレクターさんもなんとなく、僕は知らないけど他のスタッフまあのあの,あのそのディレクターのと知っててすごいしっかりした人ですよっておっしゃってたんで、本当に。何せ収録中に、なんで俺たちがそんなにか、あの考えがないかというと、普通に収録が回ってる時とかに、どうせカットしてくれるんだろうなぐらいの感じで、恋愛相談始めるのよ、野呂さん。<laughs> 普通に収録中とかにそのぐらいの感じがあるからっていうことですね。 あ,あ、俺の言い方に語弊があったかもしれないけど、別にテレビ東京のディレクターさんじゃないです。あのあ、別のディレクターさんみたいですけど、っていうことですね。だからこのニュースは、なんだろうね。でも芸人とかみんな普通に本当に嬉しいんじゃないあの、なんやかん言って、あの、めちゃくちゃ好かれてるからね。<laughs> <laughs> の、呪っかよって。嫌いな芸人なんかいないんじゃない本当に。だから本当にみんなおめでとうございますって言ってると思いますよ。はい。 ええー、あとね、あの、こん、この季節になってくると、なんかね、ニュースで見たんですけど、黄色のタイプの紅葉がいい感じだっていうね。あの、わかるき <laughs> 紅葉ってさ、こういう字書くんだね。あのさ、赤の葉っぱが紅葉じゃん。でも、黄色いタイプの紅葉の時は、黄色の、あの、葉っぱって書いて紅葉って書くのよ。で、それが、だから、胃腸とかじゃない胃腸とか、あのー、そういうのが、あの、今、一番見どころですっていうニュースが出てたんだよ。 これ、俺はね、ずっとね、あの、まあ、あみんな気にしたことはないかもしれないけど、俺は中学とか高校の頃とかに紅の紅葉とイエロータイプの紅葉だったら、俺は紅の紅葉のが好きだなと思ってたの。<laughs> 本当に、どうでもいいこだわり。やっぱり考えた時期があるのよ、ちゃんと。紅の紅葉とイエロータイプの紅葉どっちがいいかって。イエローの紅葉はなんか臭そうだなと思って。で、紅の紅葉のがかっこいいなっていうふうに、 勝手にジャッジしてた中高時代が <laughs> あるからね。<laughs> 今季はっていうか、あれだよね。あの、東京にいるとさ、本当にさ、見るとしたら、あの、表参道近辺というか、あとは人力球場の方か、あっちの方に行く、制作会社とかに行くときにちょっと見るぐらいだから、今は多分だから黄色の雇用がそう、そこが見どころってことでしょ まあ、イエロータイプの紅葉はな、イエロータイプの紅葉っていう言い方、<laughs> 別にもう決まってないけど、<laughs> イエロータイプの紅葉はやっぱ、ボーナスとして銀杏がついてくるからな <laughs> 銀杏超うめぇよな <laughs> うん。なんでこんな話したかというと、銀杏が超うめぇって話をしてたからだからね、我々が。<laughs> なんだろうね、やっぱ中学とか高校の頃は別に本当にどうでもよかった食べ物が、30を超えてから一番ランキングを上げてくるもので言うと、やっぱ銀杏じゃない ねえ。二十代でもギリギリ別にどうでもよくない三十近くなってきてからの銀杏のその、なんつーの上がり方うん、だから、この三ヶ月のクリーピーナッツの波の上がり方 <laughs> 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 こんな、いつの間にこの売り方をっていうような売り方すんのよ、銀杏って。ほんと。あのー、焼き鳥屋とかで出てくるときに普通に喜んじゃうもんね。でね、あのー、銀杏を、 家で食べるのかっていう話をしたら、家で作って食べる人とほとんどいないでしょ俺今度挑戦しようと思ってんだよ。あれって、塩で固めてやるのがいいのそう、塩でガッチガチに固めて焼くのがいいんでしょそれか、ちゃんと剥いて串でやるのがいいんでしょどっちかなんだろうけど、あのー、もうね、あの、本当に家でね、やることが、あの、コロナ禍じゃない、もう別に飲みにも行かないじゃん。なくなってきてて、家のつまみを真剣に作るっていう。<laughs> うん、っていう風になってきたの、本当に。さらにまあね、あのー、別にそんな、笑い事じゃなくて、コロナの状況もそんなに結構ね、あのー、冬にかけて厳しくなってきたから、なおのこと今年は会食とかもしないわけだから、そうなると思うと家飯のもんと、もう、家で、銀なんで茶碗蒸し作ろうと思ってる。<laughs> <あの S 2> <laughs> <laughs> そう、本当に。でね、胃腸っていうと、安室奈美恵の、 ベイビードンクライなんだけど。<laughs> <laughs> あの、皆さんわかりますあの、代々木公園の胃蝶のね、ベイビードンクライなんだけど、あの、MV に出てくる胃蝶の木ね、ファンの間で、ベビードンの木って言われてんだよ <laughs>。<laughs> <laughs> この情報が、結局一番話したかった情報なんだけど、ベビードンの木の。ベイビードンクライで使われた胃蝶の木だから、ファンの間でベビードンの木って言われてんだけど、ベビードンって言うんだねって <laughs>。 クラ、クラまで入れてあげたかったんだけど、ベビドンの木って言うんだよね、一応のやつ。せや、だからファンはそこに聖地の巡礼するわけでしょ聖地の巡礼で、うわーこー、これベビドンだ。これベビドンの木じゃない <laughs> って言って、ベビドンの木の前で写真撮ろうよって言うってことあー、聖地巡礼が俺そういうことしたことないの、聖地巡礼。聖地巡礼まで行かないけど、唯一ちょっと近かったとしたら、沖縄の海で、 えー、ソナチネの相撲ごっこだけしたことがあるけど <laughs>、神相撲ごっこ <laughs>。これ誰もわかんねえかな。<laughs> 映画、え、ソナチネ見た人しかわかんないかな。見てよ、ソナチネ見たら、あのー、時間がね、すごい余ってるヤクザたちが、あのー、か、相撲を取ってんのよ。砂浜でね。で、それがいつの間にか神相撲みたいな、トントン相撲みたいになるっていう、砂浜でやる神相撲の名シーンがあるの、ほんと。あれだけはみんなでやったことある <laughs>。ロケに行ったスタッフで <laughs>。 別に友達同士だ。ロケに行ったスタッフでやったことがあるからね。たまたま映画好きのスタッフがいたから。あのシーンね、ほんとね、あの、すごい名シーンだしい、いつかやってほしい。あのみんなにも。<laughs> ちなみにね、アムロナミエファンはベイビードンくらいをベイビドンって呼ぶんですよ。これはね、最近知った情報。あと、あの、俺が一番気になってる特殊な呼び方っていうのは、ビストロスマップに出演した時の亀田三兄弟ね。バンバンバカンスってあるじゃん。スマップの曲。あれをベイビバンって呼んでたんだよ。<laughs> サビの部分から持ってくる。ベビー、バン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 のとこから持ってくる。ベビーバンって呼ばれた <laughs> <laughs> ああ、初めてだよ。ベビーバン、ベビーバン好きな曲なんですかって聞かれたのよ、カメラさんけど。ベビーバン、ベビーバンって言ってて。<laughs> 一瞬、スナップが分かってなかったっていう。<laughs> あのー、そう。で、ね、なんでヒットどだから今回なんかさ、あの、普通になんか、何あの言葉尻を取ったずっとオープニング動画続けてるんだけど。<laughs> ヒット曲といえば、紅白歌合戦の出場歌手が決定したわけですけど、あのー、初出場が、あの赤組の桜坂46、ジュジュ、東京事変、二次優、ベイビーメタル、ミレット、でし、ミレト白ト、白組の8、ストーンズ、スノーマン、企画コーナーのグリーンの計10組なんだけど、これ、何ジュジュって初めてなんだっていうのと、 ジュジュって今年なんだっていうのがすごいあんだけど、あと東京自演も初めてっていうのがへーって感じだよね。一番この中で気になるのは何かな曲として好きなのは何かって言われたらベビーメタなんだけど、面白いし、東京事演も好きだけどさ、ベビーメタは、なんか東京事演初出場って感じしないもんねで。ベビーメタすごいなんか、何の歌歌うんだろうなっていう、うん、その <laughs>、うん、と思うな。 あとは、あの、ベビーメタ、<laughs> ベビードンとえ、ベビーバンとベビーメタの話してことだね、今。<laughs> 偶然ね。<laughs> 今思、今気づいただけだ。だけなんだけど。で、気になるのは結局、でも今今年はあれかな。あのー、大泉洋さんの司会じゃない。俺ね、 普通にね、ラジオで、ラジオとか、あとはちょっとね、YouTube で残ってる音源とかも聞いちゃうぐらい、俺、大泉洋さんと福山さんのトークすげえ好きなんだよね。<laughs> あの、大泉洋さんの福山雅春の、あと、あの、これね、どっかで、まあまあ、あの、あんまり YouTube で聞いてとかって言えないんだけど、まあ他のところでもいろんなとこ書き起こしとかあるから、見て聞いてほしいんだけど、なんか、福山さんと大泉さんが一緒に両ョーマデやってた頃の、あのー、なんだろう、あの、福山さんのスター話っていうのが全部面白いのよ。 あの、フリートークが。で、それが面白くて、あのー、それ、どこかな福山さんのオールナイトがたまらずに、多分大泉さんのゲストに出た会員が、めちゃくちゃ傑作なのよ。で、それが、あのー、俺がずっと、あの、なんつうのあの、それ以来、大泉さんと福山さんの話が好きだから、今回もその話聞けるのかなってものがすごい楽しみだね。あとね、紅白で気になることで言うと、 エイトさんが記者から当日はどんな香水をつけるのかっていう、うん。まあ、まずこの質問がしょうもないんだけど、まずこの質問があったわけ。で、この質問に対してのエイトの回答ね。あの、当日はどんな香水をつけるのか。香水つけると蜂が寄ってくるって母ちゃんに教えられてるんで、僕は濃香水で臨ませていただきますと言いましたっていう、真面目っていう。<laughs> めちゃくちゃ真面目っていう。うん。俺この質問の回答ですごい好きになっちゃったけどね。えっと、のこと。あと、ドルガバって言えるんでしょなんかさ、おげんさんって言ってたもんね。星野さんが歌ってたもんね。だからそこの見どころはなくなったのかもしんないけど、あの、みんな心の中と思って、濃厚水で望んでるっていう。<laughs> と思ってますねで。大晦日のテレ東はね、えー、っと、知らされてないんですけど、勝手な予想ね。多分。 たぶん今年も孤独のグルメだと思います。<laughs> あとね、年を越したあたりで僕も一個番組多分やる、やりますね。準備はしててまだ発表されてないんですけど、まあ、楽しい番組になると思います。えー、ということで、年末年始にもいろいろなものが揃っているので、それも楽しみにしていきたいなと思いながら、それでは今週も始めていきましょう。佐久間信行のオールナイト日本。ゼロ。 <laughs> ゼロです、僕は。思い上がっておりません、本当に。いや、違う違う違う。今ね、あの、うん。<laughs> 違わないね。違わないけど、あの、いや、俺の今の間違いは悪いじゃん。でもさ、今、さディレクターの斎藤が、ああ、昇格しちゃったって,ってた <laughs> ある、そんな、ちょっと、この間違いに対するの嫌みみたいな。<laughs> ああ、昇格しちゃったっていう。<laughs> いやでも、申し訳ないですね。全然ゼロですよ、ゼロ。セルフ昇格じゃないですから。<laughs> 一番格好悪いね、セルフ昇格。<laughs> え、改めまして、こんばんは、テレビ東京の佐久間信行です。毎週水曜日のこの時間は佐久間信行のオールナイト日本ゼロをお送りしていきます。これ、紅白にですね、バチクソ落選してましたけど、かすりもしなかったんですけど、破竹の勢いで活躍してますよ。あの、クリーピーナッツが。<laughs> いや、見たよ、はい。あの、俺、生で行けなかったから、だから、あの、配信で、えー、その日の夜に見たんだけど、まあ、まあ、エモいね。エモいっていうか、やっぱ、まず、かっこいいなっていうのが、曲としてかっこいいなっていうのが、まずありながら、照明の感じじゃ、松永あんなかっこよかったかなって思っちゃう、これ広報誌ぐらいかっこよくさ、あやのかなと思うみたいな <laughs> 瞬間があったからね <laughs>。っていうのと、あとは、バール指定の喋りがうますぎ。 ああ曲に対するつなぎが。うますぎっていうのと、まあ、これはもうほとんどの人間がみんな言うだろうけど、本当松田が泣きすぎっていう。い <laughs> やいやいやいや、本当に素晴らしかったけど、武道館情熱体力ね。で、松田が結局武道館公演で 2, 2日とも泣いたんでしょで、問題はさ、その2日泣いたのも、まあ、許そうよ。それは。許すってかも。それはも素晴らしいことだと思うよ。 昨日の放送だよ。クリーピーナッツのオールナイト日本ゼロ。なんで自分で武道館の話して泣くんだよ。<laughs> いや、マジで。マジで、マジで。なんで自分でオールナイト、自分のオールナイト日本で、なんで一週間後ぐらいに感想で話を始めて、なんでハンカチを必要なくらい泣くわけ <laughs> いや、マジでね。うんなんだろう。 前世紀というか、あの、ブレイク中で、ステージ、あの、毎回さ、あの、ライブ会場が大きくなってきた時の、ももクロあの、会場を見た時に毎回泣くももクロももクロばりに泣くような。<laughs> 本当に。俺のほんと思い出しちゃった。あの、ももク、ももいクリスマスかなんかのライブ見に行った時に、あまりの満員の人で、 出てきた瞬間に有安桃香が号泣したことがあるねそしてすごい俺の見てるライブでのエモい涙の中で一番の涙なんだけど、わ、あの、おお、すげえなっていう。それに匹敵するぐらい松永の涙可愛かったよ。<laughs> 松永の涙って可愛いんだよな <laughs>。っていうふうに思うよ。な、まあライブ自体も素晴らしかったけどね。っていうふうに思います。えー、でですね。 えー、ということでメールを募集しましょう。今週はですね、聖地巡礼みたいなのあるかみたいな話から、ロケ地の話を送ってもらいましょう。行ったことのある場所、行ってみたい場所などなど、行ってみたいのはっていうところで、えー、ください。テレビ東京の佐久間です。この時間は佐久間のブレのオールナイト日本ゼロをお送りしています。えー、メール来てます。ラジオネーム、誰かの何かの水、奈良県。えー、佐久間さん。 スマップのバンバンバカンスのメンバー含め、ファンの間での略称はベビーバンではなく、バンバカです <laughs>。いや違う違う、バンバンバカンスでバンバカは正しいのよ。別にそれはいいじゃん。だ、ベビーバンがおかしいって。<laughs> 歌詞だからね、うん。バンバカは正しいですよ、全然。<laughs> えー、ラジオネームオンラインおもらし。のろかよさんですが、 たくさんの人にツイッターで祝福されていて、ほとんどの人に返信をしていらっしゃいますが、その返信をほぼ全員の人に無視されています <laughs>。<laughs> <laughs> ああ、そうなのか。まあ、野呂さんらしいですね。野呂さんらしいですし、あの、僕もさっき野呂さんからツイッターの返信が来てきで気づいたんですよ。野呂さんのツイッターをフォローしてないってことに。<laughs> フォローしていなかったという、ことに、さっき気づいてまだフォローしてないんですけど、まあ、のろさんの、それもひっくるめて野呂さんの、愛、のろさんの愛される感じですからねっていうふうに思いますね。あの <laughs>、うーん、今年ね、この間10月ぐらいの時思ったな。今年、夏も何もしてないし、で、まあ、もうコロナもあったから、1年、なんか、まあ、休みって休みもなかったんだけど、旅行ももちろん行ってないし、なんか俺、 今年なんか遊んだっていうイメージが何にもないなと思って、なんかしたいなっていうふうに思ったの。で、それ思ってたの、10月ぐらいの時に。で、思ってたんだけど、で、これ年末に入って年末特番作り始めたら、もう本当に1年終わっちゃうから、うわ、なんかねえかなネットでなんか行けるところとか、旅行、旅行って言っても1泊2日は取れないしな一1日かなアイテも、とかっていうふうに思ってて。で、ま、スーパーセントぐらいだって行けるかなと思ったんだけど、スーパーセントは別に、 まあ、たまに行くから。でね、これ話それるんだけど、あの、先週、2時間ぐらいだけ神田にあるスーパーセントに行ったんだけど、あの、そこで仕事しようと思って。あの、お風呂入ってから。そういうとこ、そういう気分転換するんだけど、その時ね、日替わりの湯って毎回あるじゃん。で、よもぎ湯とか、ショ湯とかさ、それ入ろうかなと思った時に、その時、日替わり湯ケロケロケロッピの湯って書いてあったの。ケロケロケロッピの湯って思って、で、はっどういうことと思って、 で、まあまあ、つってもそれにかけた、なんか緑の、あの、薬糖が入ってるやつなのかなと思って行ったのね。で、風呂入りに行ったら、あの、緑のゴムボールにケロッピの絵がたくさん描いてあるものが大量に浮かんでるだけっていう、<laughs> <laughs> あの、ゴムボールの湯なんだよ <laughs>。ゴムボールの湯なんだよ。で、これ、どう見ても、薬、なんか効果が何もなくて、で、お湯はただのお湯なの。<laughs> <laughs> っていう、ただの、ケロケロケロッピの湯っていうのがあったっていうのと、あとは、まあ、あの、そこに、あの、ケロケロッピの湯に、普通に、あの、結構、な感じのあんちゃんが入ってきて、あの、まあ、か、ちょっとなんか、タトゃー、シャレタトゥーが入ってるみたいな。で、そのあんちゃんがね、入ってきて、俺の棚に座ったんだけど、ずっと俺気になってたんだけど、エアポッツつけたままだったずっとす。<laughs> <laughs> で、ずっとついたままで、ずっとついたまま入ってて、指摘しようかどうかずっと悩んでたんだけど、で、その人、そのまま頭洗って、洗ってる途中で、熱つっつって、なんか、外したんだよねっていう、まあ、これはね、全然横道の話。<laughs> あの、エアポッツフ、ふ、風呂兄ちゃんっていうのと、ケロケロケロッピの湯があったっていう話はあったんだけど、まあ、要はそのぐらいしかプライベート過ごしてないから、何かしたいなと思って、で、その時インスタ見てたら、 アイドルがディズニーランド行ったのが書いてあったのよ。で、ディズニーランドはおお、ディズニーランドかと思って。え、おじさんおじさん一人でディズニーいやいや、ないないない。それはさすがにつまんないだろうし。とかと思って。でも一応、おじさん一人ディズニーで検索してみたの。ネットでね。そしたらブログあるにはあんのよ。あったんだけど、シングルは逆にアトラクションたくさん乗れますよと。 でこの時期は乗れますって書いてあるんだけど、でも、ほとんどのブログが結局最後の方に、正直そこまでおすすめしませんって書いてあった。な <laughs> んでかっていうと、寂しさが募るっていうのと、あと、おじさんで4、5時間、時間があるんだったら、他の過ごし方の方が楽しいって書いてあって、で、おすすめ、スーパー銭湯トって書いてあ<笑><笑>った。て書いてあったのよ。だから、まあまあそんな感じかと思って、で、まあ、平日ぽっかり空いたらまた行こうかなと思った時に、その翌週、バカリズムがゲストに来た時かな、ラジオで。で、 ま、あすごい面白かったから、家帰って、娘の弁当作りながら、結構ビールで飲んでたの。ビール飲んで、で、そしたらその時にメールで、あの、11月のこの日の平日の収録がなくなりましたと。あのー、で、ちょっと遅れますって言うから、ああ、そっかそっかと、ま、って言ったら、収録ってね、1日開けてるわけ。あのー、他の予定入れられないから。だから収録が飛ぶと1日開くのよ。で、11月の上旬に、急に開くっていうと思って、 そっかと思ってビール飲みながらネットで見てたら気づいたらよ。本当に気づいたら。ディズニーのチケット買ってたんだよね。<laughs> 検索してたら。<ー>いつの間にか。<laughs> で、買ってたのよ。で、そこれそれが10月の話ね。でね、今は買いにくいの。あのー、なんか、要はディズニーって、あのー、今あれなの入場制限してんだよね。人数で。だから、えっと、事前予約制なのよ。 だから、あのー、近くなって急に行きたくなっても買えないわけ。で、それが、ポツポツなくなって、俺多分ね、酔っ払ってたんだけど、結構、あ、キンキンのは買えないんだなと思って、で、なんか先だけ買えるから、うおーと思って、いつまとも買ってたんだよ。<laughs> <laughs> 公式アプリのやつで、買って、公式アプリってかネットで買ったんだけど、ネットで買って、プリントアウトするやつがウィーンって。で、朝起きたら、だってプリントアウトしてチケットが、プリントが出てたから、<laughs> バーコード付きのやつが、<laughs> わ、俺本当にマジで買ってんじゃんと思って。で、それが10月で、11月に入ってからね。あの、その、要は X、X デーが近づくにつれ思ったことがあって、めんどくせえなっていう。<laughs> なんで俺10月の俺買ってんだよっていうのがあるじゃん。で、実はちょっと憂鬱だったのね。 で、チケット買って、結局は、あのー、一人のディズニーランド楽しいかな。いや、これだから、誰か後輩誘おうかなと思って、で、パソコンに行って、もう一枚買ったら誰か誘えるかなと思ったんだけど、売り切れてるんですよ。俺がぼやぼやしてる間に。だから、俺の一枚しかないわけ。で、 これを誰かディズニー好きの後輩に譲ろうかなと思って、後輩たちがいるところで、いや、ちょっとこんな感じでさ、ちょっと冗談みたいなもんで、あの、本気じゃないんですよ。でもね、ディズニーのチケット買っちゃったんですよ、みたいなこと言ったら、みんな、下向いて全然そっからその話題に触れてくれた、痛いおじさんみたいな感じになって。で、あ、これは、じゃあ、一緒に行くとも、このチケット欲しいとも言えないなっていうまま。で、結局、まあ、あの、 その日に仕事が入ることもなく、前日の夜になったんですよ。で、前日の夜にね、いや、俺本当に行くのか一人でディズニーって。おじさんソロディズニー行くのかって。でも、これは逆に、チケットあるわけだし、もう買えないわけだから。で、平日に一日っていうか、まあ、半日ね、16時くらいから仕事があってたから、半日履くなんてことは多分もう今年ないから。これも行くしかないと。行く、楽しむしかないと思って。 で、よく考えたら、大体ね、俺30代の頃何回ディズニー行ってると思ってんだよって。なんでかって言うと、俺30歳の頃に娘生まれて、娘持ちの父親のディズニーランド裁きなんて、もうそれはもうめちゃくちゃ行ってるから。多分10回近く行ってんじゃん。あの、多い時には年に1、2回行ってるわけだから。あの、で、しかもさ、あの、最近は全然行けてない。なんでかって言うと、小学校、中学年ぐらいからは、小学生って、大体 USJ 行くじゃん。1回。 その時期あるじゃん。あの、ライド系のそっちが楽しいから。だから、あのー、娘とは、多分、この30代の間、なんか2歳ぐらいから、えっ、ー、と、10歳ぐらいまでこの8年間ぐらいの間に、もう死の、たくさん言って毎年言ってたって言われから、これは、俺多分、行ったら楽しめるぞと。たくさん、よく考えた知識あるじゃんと思って。で、過去のメモを取り出して、で俺、Google カレンダーとかにもメモってる方だから、それ見たら、ちゃんと対策が書いてあって、 まあ、モンスターズインクとハニーハントのファストパスをすぐ取る。で、早めにランチに行く。チャイナボンジャー、チャイナボイジャーのランチはすいててうまいって書いてあって。真面目だから俺やっぱそういうとこ。で、その理由は、この辺にチュロスとかポップコーンなど食べ歩きメニューがたくさんあるので、チャイナボイジャーには人は入らないって書いてあって。<laughs> 理由いらないんだけど、理由まで書いてあんの。で、見たら、あのやっぱ30代前半だから、あの、ハングリーベアレストラン、安いって書いてあって。<laughs> <laughs> で、書いてあって、これなんか徐々に盛り上がってきて。今まで培った知識を総動員して、シングルでおじさんで楽しんでやろうと思って。で、翌日ね。あの、普段だったら、俺は打ち合わせ、ま、マニアで起きるから、別に、娘とか小学校行ってる時、あ,じゃあ、中学行く時とか、別に、まあ、担当じゃない限りは起きないわけ。でも、パチッて見たわけ、ね、娘を8時ぐらい送って。で、奥さんが仕事行く前に、シャワー浴びてる時に、じゃあちょっと行ってくるわ、みたいな。 奥さん、早いね、みたいな。もう、この8時半ぐらいだよ、とかつって。早いね、って言われたから。まあ、ちょっと、ちょっと、まあまあまあ、つって言いながら、荷物持って、で、東京駅から、あの、京葉線に乗って、たくさんのサラリーマンが出勤していく中、心の中で、皆さん、俺一人でディズニー行くんですよ、って。<laughs> 逆祭で<れ>。<laughs> 逆イでディズニー行くんですよつって。で、舞浜駅着いて。舞浜駅着いたらもう何も考えずに、もう長年の感じで、そのまま下に降りて、1階に、あの、コインロッカーあるから。コインロッカーに、この後の仕事用の荷物を全部預けて。で、財布と携帯だけ持って、あと充電器でも持って、で、もうほんと。 もう何回来てると思ってんのよと。ここに荷物預けて、娘と行って、で、家族で行って、その後俺だけ抜けて荷物ピックアップして仕事行くもたくさんあったからっつって、もうそこにも、いつものコインのカに預けて、そしたらいつもより全然並んでないのね。で、やっぱり入場制限してるだけあって、今までだったら、もうすげえ行列で、入るのに30分以上かかったなってイメージがあるんだけど、まあ10分も待たずに入れる感じで、で、 みんな久しぶりだなぁ、楽しみになって、ソーシャル守りながら立ってて。で、ほとんどの人がアプリ立ち上げてんのね。で、アプリで、なんかどのアトラクション行くかとかっていうふうのやってて、俺後ろに待ちながら、あ、アプリと思って。俺、紙のさ、あの、プリントアウトして紙のバーコードが入ったチケットを握りしめてさ、<laughs> <laughs> 一人でも立ってたんだけど、<laughs> え、え、みんなアプリなんだと思って。<laughs> え と思って、慌ててアプリ立ち上げて、で、アプリ立ち上げて、で、そのバーコードに読み込ませるって書いてあったから、そしたらそこに、ファストパスみたいなのがあんだよね。で、アプリでファストパス取るって書いてあって、え、今アプリでファストパス取るんですかって,って俺もダッシュして取ってた世代だから。もうその、その動線でいたから、よく考えたら5年前ぐらいから言ってないから。あ、そうなんだ。 なるほど、なるほど、わかりました。で、いろんな人の声聞いて、なるほど、入って、入ったら、ファストパス的なのがアプリで取れる。なるほど、なるほど。入ったらファストパス。じゃあ、モンスターズインク取ろうとかと思って、でも、入った瞬間に、今までだったらファストパスでダッシュしたけど、もうガラガラついてるから。だからもうすぐ、アプリ立ち上げて、モンスターズインクのファストパス取ろうと思ったら、取れないのよ、全然。何回押しても取れないの。で、 え、これは自前登録かなんかが必要なのかなと思ったんだけど、誰もそんな普通にアプリ触って、そんな焦ったかもしれないから、取れないんですけど、取れないんですけど、と思って、で、おじさん一人で聞くわけにいかないから、その周りの若いフ,フ,ファミリーとかそういうの聞けなかったから、キャストの人見つけて、ファストパスってビれないんですけど、って言ったら、<laughs> <laughs> 小声でね、<laughs> 何か間違ってるかもしれないから、そしたら、あの、 あ、違うんです、違うんです。今は入場制限みたいな感じでやってるんで、そもそも発行してないんですよっていう。だから普通に並んでいただいて構わないですけど、どのアトラクションもだいたい20分ぐらいの待ちで終わるんで、大丈夫ですって言われて、あ、え、20分ですかって思ってアプリ見たら、この、いわゆるモンスターズインクなんて3時間待ちとかさ、とかだじゃん。20分なの。で、あのー、スペースモンターに15分とかって書いてあって、え、こんな全部空いてんのっていう状態なのね。あ、これは、 おじさん一人でも全然別に大丈夫だなぁと思って、で、で、歩き始めたら、バーンって出てくるんじゃん。あのー <laughs>、あの <laughs>、シンデレラ城が。で、シンデレラ城だと思って。それは何でかって俺も6年ぶりぐらいに来るから、来るから。で、うわ、懐かしいって口ばしちゃったのね。で、口、<laughs> お、本当に言っちゃったから、ね、うわ、懐かしいって言っちゃったからね。で、6年ぶりだなと思いながら、 せっかくだから写真撮ろうかなと思って、まあ、自分、おじさんの自撮りでまず、<laughs> <あの笑>まず最初におじさんの自撮り、おじさんの自撮りやった後、一人ですシンデレラを撮ろうとした瞬間に、本当にフラッシュバックみたいに、今まで来たことが、ブわ写真で写真撮ろうとした瞬間に、フラッシュバックみたいになって、うわ、これ、10年前とか初めて来た時、2歳ぐらいの娘か抱えて、 なんとか一緒に画角で写ろうと自撮りとかしたわとか、最後の方とか、どん、それでどんどん写真は毎年撮ってたけど撮らなくなって、なんか、中学年ぐらい、この5、6年前に最後に来た時は、ダッシュしてアトラクションまで走ってたからもう写真なんか撮らなくなったなでも2、3歳の頃は死ぬほど撮ってたなみたいなことを思い出したの。で、その時に思い出したの同時に、一個忘れてた事実もあって、実は、俺、 初めてディズニーランド来たのがその娘となのね。それはなんでかというと、あの、ま、ま、田舎にいて大学で出てきてからは、大学生の頃には、もうなんか何すったらいいのいやいや、アトラクションとは富士急しみたいな <laughs> <laughs>、うん。かっこつけてる。<laughs> うん、全然、全然ぐるっと回るやつないでしょみたいな感じの人間だったから、あの、まあ、そもそもその遊園地とか行くタイプの人間じゃなかったから、独身じゃ行ったことなくて、結婚して、 で、うちの奥さんもそういうことで行くタイプじゃなかったから、子供が生まれて初めて夫婦でちゃんと調べて、行ったのがディズニーだから、俺子供と行った思い出しかなかったわけ。で、だから、だから急にもう本当に子供の思い出がブワーッと上がってきて、で、でも、あのー、なんかすげえノスタルジーな気持ちになったまま、でもビッグサンダーマウンテンとか乗ろうと思って、よく考ったらビッグサンダーマウンテンって俺乗ったことないわけよ。 子供とだったから乗ったことなかったから、一回乗ったことない。行こう、乗ろう乗ろうと思って、シンデレラジを右,右手に歩き始めた。そしたら、まず目に入ってくるのはプーさんのハニーハントね。うわぁ、懐かしいと思って。これも娘と行ったないや、もしかしたら入、はい、一回しか入れてないな。初めて来た時は混んでて、しかもファストパスの制度も初めて来たからわかんなくて、取れなくて、で、2歳とかの娘が行きたいなって言ってんのを行けなくて、 うわーごめんねーって謝って、プーさんの帽子を謝って買ったような気がするなーみたいなことを思い出して、あー、ハニーハント、懐かしいなーと思って、そっからちょっと歩き始めたら、イッツ・ア・スモール・ワールドが見えてきて。うわーそう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 、それで結局ハニーハント行けなくて、これ乗ったんだよなーと思って。これは空いてるから。でも、十分面白かったけど、なんかちょっと怖いところで娘がまだ2歳ぐらいだったから泣いちゃって、手握ったわーみたいな思って。そっからちょっと行くとコーヒーカップがあって。 コーヒーカップ、これはいつも、まあまあまあ、空いてて3歳ぐらいの時に乗ったなーって、いつも空いてるから乗れるんだよっつって。ゲラゲラ娘が笑うからぐるぐる回したらさ、早いっつってめちゃくちゃ怒られたなーっ,つって。で、それからちょっと歩き始めたらダンボがあって。ダンボが空に上がるやつ。はいはいはい、これもあれだなー。5、6歳の時すごい乗ったなーと思って。で、真夏に行ったなーっ,って。真夏に行って、真夏だから、奥さんと、その順番にアトラクションに並んで、娘と楽しむ班。うん 並ぶ班みたいにして、受け渡してやったなーみたいな。その時、ダンボの時に、俺並んでたんだけど、で、奥さんが外で写真撮りたくて待ってたんだけど、ダンボ上がって降りたら、奥さんが熱中症で倒れちゃって、で、そのまま休憩所行って、結局その日ダンボしか乗らないで、なんか、休憩所で半日過ごして、なんか娘悲しんでたなーみたいな。そういうのを思い出してきたのね。鮮明に。で、そんって同時に思うわけ。ディズニーランドの真ん中あたりで。懐かしいけど、 もう娘と来ることはないんだろうなと思って。中2だからと思って。わかる、うん、めちゃくちゃセンチメンタルな気持ちになってきちゃって。<laughs> で、そのまま歩き始めたの。そしたら今度ピーターパンが見えてきて、ピーターパンって、あのー、まあ、ライド系のやつなんだけど、うわ、これ初めてライド系で娘が見たいって言って見たやつだなと思って。途中で怖いから帰るって言い始めて、でもやっぱり行くっつって最後尾並び直して乗ったなと思って。 いかん、いかん、いかん。俺泣いちゃうと思って。<laughs> このまま、朝9時半だぜ。どれの1個もアトラクションも乗ってないのに。<laughs> 歩ってるだけで、その、猛烈にセンチメントルな気持ちになってきて。で、俺、離婚してきてる人みたい。<laughs> 離婚して、一人でディズニーランドに来て。 涙を流すから直前の人みたいな状態に、俺本当に正直ほんになったのよ。9時にもう開園と時に入って、歩って30分くらいの間にもうそういう気持ちになって、どのアトラクションを見ても、そういう思い出しか浮かんでこない。やっぱ10年の思い出。で、いや俺平日の朝に、 こんな気持ちになるためにここに来たんじゃないと。いや、だからもうビッグサンダーマウンテンに乗ろうと思って、ビッグサンダーマウンテンの方に向かってったら、なんかね、その、十字架くなった,たったところで、歩ってるところで、なんか、えっ、ー、と、パレードですみたいな。え、パレードなんて朝あんのと思ったら、なんか、しょ、こじまるちはパレードがありますって言って、みんななんかパレード待ちみたいになったから、あ、それだったらせっかくだから見ようと思って、で、ビッグサンダーマウンテンの近くの、なんかピザ屋みたいなところ、あの、ディズニーランドのピザが食べられるところで、 あの、す、もちろん空いてるから全然席もあって、でそこに座ってさ、で、パレード待ちみたいなあと10分か15分でパレード来ますからあじゃあこれ見てからビッグサンダーだな。一回落ち着こう、一回落ち着こうと思って。で、スマホを取り出したの。そしたらさ、スマホってやっぱ位置情報で写真がさ、えら、ベルシゃルじゃん。で、たまたまその位置情報で現在地ってのっちゃったの。そしたらね、あの、10年の歴史が、その、<laughs> スライドショーのように <laughs>、どん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 、ラーラーラーみたいな感じになって、10年の歴史が、やっぱスマホの現在地で、で、あの、道の写真でもどん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 流れてきて、それでね、うわ、俺もやばい。これは、ほんと、来た来た来た。やばいよ。俺離婚してる人の気持ちになってると思って <laughs>、って思って、やばいやばいやばい。早くパレード来い。早くパレード来いと思ったのよ。 プーさんの帽子でさ、トコトコ歩ってる動画とかが現れてさ、でさ、おーかわいいなーつって。俺がさ、ハニーハンと行けなかったけど、うちには最高のプーさんがいるからなーとかって、俺の声が入ってんだ。<わ> <laughs> やべーって。聖地巡礼みたいな。<laughs> やばいやばいやばい。俺自分の声でグッと来てんだけど、と思って。それでめちゃくちゃ娘がとさ、あの、例のその、コーヒーカップの動画も出てきてさ、ゲラゲラ笑って、やっぱ怒られてんじゃんみたいな。やめてみたいなことやられてるまでつ、映って、うわ、やばいやばいやばいと。 そしたらパレードが始まってきたの。いや、いいかいいかね、パレードだ、パレードと思って。パレードが来たなぁと思ってたら、隣の席に、パパ、パパ,パ,パ,パーみたいな声が聞こえて、本当にと思ったら、お父さんとお母さんと2、3歳の娘さんの一家がいて。で、パレードって言っても、ミッキーとミニーとドナルドともう一、あの、一人ぐらいの、4人だけのこじんまりちゃちゃが動いてるぐらいだから。だから、あの、その、それをなんとかみんなに動画に収めたいわけ。で、な、 お母さん、お、お父さんが娘を抱っこして、で、お母さんが取って、なんとかミッキーと娘を画角に収めようとする、その一家。えー、もう全然ダメじゃんとかって、映ってる映ってるとかっていうのが、あの、隣で繰り広げられてる途中ね。なんかね、わかんないんだけど、あの、その一家がね、すぐに滲むわけ。ぼんやりとしか見えないのよ。もう、花粉症だと思うんだけど、その、<laughs> その一家がね、なんかね、 そのなんかで、ね、ぼんやりしてきて、<laughs> なんか、うん。なんかね、ちょっとがキラキラしたり、光でキラキラしたり、滲んだりして、やっぱ、秋俺感傷だから、<laughs> その一回が全然見えないわけ。で、いかんいかんいかん,いかんと思って、で、俺も動画で撮ろうと思って、ミッキー言うと、見に撮ろうと思って見、見たんだけど、やっぱりね、なんかね、全然なんか、あの、光の加減かな、もう全然ミッキーが見えないのね、に ね、あのー、水みたいなもので。<laughs> それでね、全然ミッキーが取れない。で、もう、ミッキーを取ろうと思ってこうやって追っかけてんだけど、焦点が合ってるかどうかもわかんない。で、隣の一家の楽しそうな声来たら、やっぱ花粉症がどんどんひどくなるわけ。<laughs> でも、これは、やばいちょってっ、ね、平日の朝10時に、ビッグサウンダーマウンテン前のピザ屋で、 涙を流すのはまずいと思って。<laughs> おじさんが一人で。引きで見たら離婚して、<laughs> 二度と会えない人じゃん、もう。<laughs> で、本当にあ。マジクリーピーナッツの松坂のこと何にも言えないっていう <laughs> 状態になって、で、これはどうしようと思ったのよ。その時に思ったのが、もういっそノスタルジック方面にめちゃくちゃ行った方がいいと思ったのね。もう、 回、もうな、もうね、全部行った方がいいと思って。俺ね、あのー、思い出の曲っていうのがあって。まあ、30代の頃に娘と奥さんとディズニーランド行って、家帰った後とかによく聴いてる曲があって。それって、あのー、娘と働いて仕事を頑張って娘とディズニーランド行って、えー、っと、それを楽しんだっていうのが、それ自体が歌になってる。これ、ソカベイ一バンドの東京ディズニーランドって曲があるのね。2009年に出た曲で。で、2009年で、 そかべさんも、あの娘さんがいたから、ほぼ同い年ぐらいだから、全く同じ気持ち聞ける。で、俺それ聞くと毎回泣いちゃうんだよ。で、もう、それは、聞かないでいたの。5、6年。もう聞こうと思って。<laughs> もうここで聞くしかないと思って。ここでみんもう、一回涙を流すしかないと思って、そこで聞いたのよ。号泣。<laughs> もうほんと、全然涙が流れる。いや、こんなに久しぶりに聞いたも流れるんだなっていうぐらいちゃんと流れて。で、流れてね。で、涙を、 まあ、あ十午前10時半ぐらいに涙をない、もう、うん、できるだけ流して、拭って、えー、ビッグサンダーマウンテン乗ったのよ。<laughs> 初めての初めてのビッグサンダーマウンテン。うん。まあ、あこんなもんかって。<laughs> 20分待ちでいろいろ乗れたから、3時間で6つぐらい乗れたんだけど、あーその、 これおすすめなんだけど、あの、すげえなんかディズニーランドで10時半ぐらいに一人で泣いたっていうことなんだけど、じゃあここでね、どうしても、俺があの、今回号泣した曲を、え聴いてほしいので、聴いてもらいたいと思います。しかも今回はね、皆さん、本当に偶然ですけど、今日、ミッキーとミニーの誕生日です。<laughs> 本当にこんなことあるんだね。このフリートーク用意してきたら、福田から、今日ミキーとミニ誕生日ですよって言われたんだけど。<laughs> ということで、えー、ソカベケイチバンドで東京ディズニーランド。テレビ東京の佐久間です。ネットフリックスクイーンズギャンビットはですね、1950年代児童養護施設にいる少女ベスが、人並み外れたチェスの才能で人生を切り開いていく物語で、全7話ぐらいなんですけど、まあ、出ちゃいましたね。今年のベストドラマ。 これはもう間違いないと思います。ありがとうございます <laughs> ベストドラマかもしれません。あの、今年見たドラマの中で言うと。あのね、えー、っとね、女性、ま、ま、個人育ちのすごい才能の天才少女が、えー、っと、その、チェスで身を立てていくんだけど、その中でドラッグに溺れたりとか色々あるんだけど、ラストの7話の展開なんてね、まじ少年ジャンプの超人気の漫画の最終回並みの熱さよ。 そういうなんか、努力、友情、勝利みたいなのもありながら、その、エモくなるっていうのもあって、これ、なんかね、えっと、いろんな人に勧めたけど、いろんな人が今年ベストって言ってるぐらいのお勧めなんで、まあ、ぜひ、え見てほしいな、なんていうふうに思います。えーメールが来ています。ラジオネーム、野球人、佐久間さん、ケロケロケロッピーの湯以外にも、 グデタマの顔が書いてあるだけのゴムボールが入ってる。グデタマの湯も当たそうです。<laughs> <laughs> あ、本当にあるんだね。ゴムボールの湯。これ、どういうモチベーションで入ればいいのかマジでわかんなかったのよ。入ってて。でね、あの、その時は俺しか入ってなかったんだけど、本当に入ってる最中寄せては返すので、ゴムボールが顔に当たるだけなんだよ。だってマジで。<笑><笑>すげえうざいのよ。さ <laughs>、あるんだな。グデタマの湯。 子供向けなのかなもしかしたらね。そうかもしんないけど、でもおじさんとかしか来ないような神田の銭湯だからね。本当に。うーん。続きまして、千葉県ラジオネーム、インフムアンサー。僕が行ってみたいロケ地は、厳密にロケ地ではないのですが、千と千尋の神隠しのモデルになったと言われる台湾の9分です。あの、 油屋の世界観が現実世界に存在すると考えると興奮せざるを得ません。ああ、そっか。あの建物のルックスのやつがあんのそうだよね。あ、そういう聖地巡礼だったら確かに行ってみたいわ。うん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 。あのー、千と千尋の、あのー、ね、お父さんお母さんが豚になるシーンのモデルのとこに行ってみたいよ。<laughs> <laughs> あそこでめちゃめちゃ食べてみたいって気持ちはあるよ。うん。 うーん、まあ、そうね。一番行ってみたい場所の中の一つではあるね、確かにね。本当にあるかはどうかわかんない。あの、モデルの場所がもしあるんだったら、あの電車の、あの、に千と千尋の電車の名シーンじゃあそこの電車に乗ってほしいな。乗ってみたいなって気持ちもあるな。テレビ東京の佐久間です。この時間は佐久間のブレのオールナイト日本ゼロをお送りしています。メールが来ております。ラジオネーム、キャンパスボーイ。スマップのバンバンバカンスですが、僕の地元では、裸足でゴーナウと呼ばれています。<laughs> 絶対嘘だよ。絶対嘘。<laughs> あの、サビの後半の方でしょ。<laughs> そこだけ撮ることねえだろう。裸足でコーナー歌わないって言わないじゃん。<laughs> えー、ラジオネームラッコフェスティバル。僕は実写映画版のデスノートのラストシーンに出てきた阿佐ヶ谷の商店街に行ったことがあります。<laughs> へー、<laughs> っていうか、阿佐ヶ谷の商店街はあるだろう。<laughs> そう、デスノートのラストシーンに出てきたって言わないけど、ここを加賀武しが歩いたかと思うと、気持ちは料理の鉄人っぽくなりましたってなると、またそれはもう別の話だけど、加賀武しがいるところ全部料理の鉄人っぽくなっちゃうんだから。デスノートのラストシーンにで、阿佐ヶ谷の商店街出てきたっけ全然覚えてないよね。デスノートって、なんか最後の方のテレビ局みたいなイメージがあるけどな。ああもうそんなイメージじゃねえけどな。もう全然。え続きまして。 えー、東京都ラジオネーム、レンコンメリケンサック。僕が小学生の時、映画、学校の階段2の撮影で、近所の公園がロケ地になってました。ああ、なるほど。学校にいる間にどこから来た情報なのか、今日映画の何かをあの公園でやるらしい。芸能人が来るぞ。と噂が回り始め、学校から帰った僕は友達と待ち合わせて公園へと向かいました。当時、芸能人なんで見たこと、見たことのなかった僕たちはワクワクしながら見に行ったのですが、そこにいたのは、 のっぺらぼうの特殊メイクをした人だけでした。そっか、学校の階段だからそうだよな。うわ、そう、そうだよな、そりゃな <laughs> あ。学校の階段2っでて誰で出てたんだっけな。ちょっとわかんないないる。学校の階段シリーズがあたくさんありすぎて、トイレの花子さんとかいろいろあるから、この頃の学校の階段2が誰が出てたかわかんないけど、 ま、子役の皆さんが出てたんだと思うんだけど、それ見たかっただろうね、きっとね。のっぺらぼうだけか <laughs>。のっぺらぼう。誰か役者入ってたのかな <laughs> 変身後のシーンってことだよね、きっとね。多分ね、のっぺらぼうだからね。うん。うん、テレビ東京の佐久間です。えー、メールが来ております。えー、東京都ラジオネームジャイアント厚彦。オアシスのホワットエバーは、フリートゥビーワッエバー、ああ、フリー、なんだっけ、フリートゥビーワエバー,ー、ああ、ね。 カタカナで書いてくんね <laughs> <laughs> あ当時ソニーバイオの CM でした。ああ、そうだ、バイオの CM だ。バイオがぐるぐる回ってね。なんかそういうやつの中でかっこいいやつだったの確かにそうだわ。覚えてるわ。うん。えー、千葉県ラジオネームお月見サイクル。ファイトクラブやんねえのじゃあ2700やるよな。佐久間お前これ2択だからな。<laughs> ただ、久々に、久々にこういう態度のため口のメールが来たな。<laughs> 2千七0とファイトクラブどっちかね。どっちか。うんどっちか。<laughs> どっちかやんなきゃいけないの。<laughs> 危ない危ない、今洗脳されてた。いやいやどっちかやんなきゃいけないんだと思ってわったわ。<laughs> ああ。なるほど、えー。続きまして、ラジオネームガグビー。ケロケロケロッピの湯ですが。 全国各地の戦闘で時期をずらして開催される一大キャンペーンみたいです。え、そうなのあ、そうな、人気キャンペーンなんだ。へえ、ー。俺もう、マジ何これと思いながら入ってたけどね。ああ、そうなんだ。全国各地。ってことは、あの、あの、ゴムボールが全国各地を回ってるってことでしょきっと。<laughs> そういうことだよね。うん。オフィシャルでやってるってことね。 俺なんか本当に勝手に戦闘が開催してる <laughs>。なんか勝手にゴムボール入れて開催してるイベントだと思ってた。あ、なんかオフィシャルでやってるイベントなんだ。すごいね。じゃあ子供向けっていうのもあんのかなちょっとは。うん。えー、続きましてラジオネーム EX ヒヨモン。2年前、ロサンゼルスに行った時、ララン、ララランドで、 宮戸セブンのデートシーンに出てきたグリフィス天文台やグランドセントラルマーケットの屋台フード、オープニングシーンで使われたフリーウェイなどいろいろ訪れましたが、なんだかんだ一番上がったのはパラマウントスタジオの見学ツアーで訪れたプロップハウスと呼ばれる大道具小道具倉庫でした。あー、なるほど。こう、もういろんな映画の小道具があるところね。 インターステラーに出てきたあの逆噴射でなんとかドッキングに成功した宇宙ステーションの入り口ドアを生で見られて感動しました。あ,あそんなにも見られんだへぇーへぇーこれちょっと本当に普通にいい話だね。え、これ、これはちょっと行ってみたいなぁ。パラマウントの、もうそのね、王道、子供全部見れるってことでしょあのもうほんと、あの,もう本当あの <laughs> 何かもうドッキングギリギリのところの逆風車でガチャーって行ったやつでしょへえ。ー。え、あ、そうか。あのハイウェイも行けんのか。あの、あのオープニングのハイウェイも。あそこのハイウェイただ普通に走ってくだけでしょでも。<laughs> <laughs> <laughs> そっかそっか。あれ自体がね、ララランドって、あれ自体がだって、ロスのなんかね、MV みたいなところあるもんね。そういう意味で言うと、そっかいいね。 あ確かに。た間信ののオールナイト日本ゼロそろそろお別れの時間です。ミクチャでは番組終了後にはアフタートークもあります。そちらもぜひご覧ください。えー、お知らせです。来週ゲストが来ます、えー。お笑いプロフェッサー X の放送作家、大倉さんが来ていただきます。ちょうど1年ぶりぐらいかな。一、えー、1年に1回くらい来てくれることになるのかわかりませんが、えー、 まあ、要は、前回は芸人の青春時代のバナナマンとかおぎあいとかの青春時代の話をしてくれたんですけど、この続きみたいのもしてくれるのかななんていうふうに思いますんで、ちょっと楽しみですね。番組イベントチケットの追加販売も開始されますので、お楽しみに。この後4時半から上柳正彦、朝ぼらけです。ぜひお聞きください。ということで、大倉さんと、なんかガツラ話そうって、会議の時は話すけど、基本的に雑談すること最近ないから、 もう、この、たっぷり、お笑いの話もしたいなと思ってます。えー、続きまして、メールが来てます。ラジオネーム、なるもの。僕の地元では、オアシスじゃ、オアシスじゃなくて、オエイシスって呼ばれています <laughs>。絶対嘘だな。<laughs> オエイシス。ただのイギリス人だろ、お、まあ、<laughs> リバプールのパブにいるやつだろ。<laughs> オエイシスっていうの。<laughs> ああ、イベント、ね。えー、オープニング VTR がまだ決まってないけど、でも、なんかどれやっても、まあ正直ね、タイム、どれやるのも嫌かって言われたら嫌だけど、どれやっても面白くなりそうだなって気持ちもあるし。まあ、あとね、何よりね、内容ですよ。<laughs> <laughs> <laughs> あ今2400人、もうちょっとチケット出るのかなその人たちを前に喋んなきゃいけないからね。えー、っと、その内容も精査しながらやっていきたいなと思いつつ、 あと、もう今絶賛ね、あのー、年末特番作ってて、もうちょっとでいろんな年末特番も、ほう、なんか、発表できると思うんで、そしたらまた喜んでいただけるかな、なんていうふうに思いますね。あと、若林くんが、プライベートのバスクで怪我したんだけ心配だっていう。<laughs> それだけが心配なんですけど、えー、ということで、えー、これ今、今週も、 今週はでもあれだな。ちょっとスタジオでもさっき花粉症出たな。<laughs> 正直。花粉症きついわ。野郎ども、港に別れを告げろ。要すのテレビ東京の佐久間信之でした。